走って様子見。ああ、しゃがんでる。アルテナさんも、実はね、カサンドラ使ってるんですよ。これ何回か当たりました。ランクマッチ。だからアルテナさんのカサンドラに、落とされかけた。今度は間違えません。あんまりタコヘないですね。普通ぐらい。あ、空中ヒットかなり痛い。不可覚になっているエピタフ。空振り確認して起き上がってるキック。まずはタモニカサンドラ。魅力。前 B? タメ B ですね。プレイ打ってく?ジャンプ KK! 噛み合ってる!タイミングが噛み合いすぎているぞ!確定ですね。しゃんで?これはアッパー。これで11。ゲージもほぼ5分。ジャンプ KK。確定の BK から下段を選択ですね。吐き切って。アタック?カード?インパクト!掘り起こして魔法を使ってガード回復していく。あー、バレる!ジャンプ B! 結構減ります。これで21。しゃがんで中断マジでタッチ系をしていきます。タッチ中継。あ、あ、うわー、ブレーカタック走る、潰していく、流れなかったぞ。負け、カウンター、インパクト、下まで暴れる、空中ヒットでかすぎる。ガーフ横車が初中継間に合ったんじゃないか。投げはしゃがんでる。投げしゃがの嗅覚。しゃがんでる。マジですごいしっかりしてるな。 BK しゃがみすぎっすね。踏みガード BK ソウルチャージ。あ、でかい。あ、え、浮かせないの。アルテナさん、おいちあー、まだ大丈夫。クチュヒット一回応ですよね。一回応転。ここはね、その、1K 食らっても終わらないので、とりあえず一回転すんのが、結構丸い、と思いますね。まあ、潰されたら受け身するっていう多分感じだったと思うんですけど、そう、起き上がって強力なタック食らうよりは、まあ、一回で終わらない体力だったので、まあ、応転する、ね。完璧な対応でしたね、アルテナさん。よし、期待しときなさい。さあ、ステージはお城です。城やっぱりね、その横転で毎回横転すると狙われちゃうんですけど、バランスがすごいいいと潰されづらいですよね、やっぱりね。さあ、続いて2セット目となります。開幕は B を受ける。初級券空振りに先端アッパーだったので、そうですね、4K ぶつかっちゃいそうな位置でした。ワインホース発動。 4K はしっかりガードしている。インパクト潰し。あ、なるほど、これその端だったので一旦バックステップを挟むって対応ですね。カメラで当たらない可能性があるんで、一旦爆打挟むと。いや、うまかったな。いいかな。これはしゃがむ人用の中断。なんでビビ振り向き。あー、クリヒット。ベースビヒットめちゃくちゃ減る。投げは後ろ勝手届かずだったのか。二択B キャン 3K! これで11。タッチ守備。
切り、暴れつぶしのアッパー。いやこれかなり大切りです。当たりすぎてるアッパー。アッパー2回で半分、3回エピタフソウルチャージ、アッパーだけで8枚減らしています。タックル、あー大吉、完全に大吉、全部当たってる。なんかエイジエンスカッシュ両一オーバートス、エースラー、 B レース B 読み勝つ。追い打ちして、追い打ちして、追い打ちして、オーバートス、いやーリーサル中断、痛すぎる。エプタ潰して、いやエプタ空振る。ソウルチャージ、どうする、ソウルチャージですね。カルビ、あー右手噛み合う、めちゃくちゃ噛み合った。タイミング次第でした。読み勝って、投げにはタッチと中 B こすっている。カラパン、おいち出し切り、おー上手すぎる。それは遅すぎて食らう。あー、それだけで潰す。出し切りすらまずいぞ。残して、ハード、エピタフ、マイナスから下パンですね。振りから下パン、これで1-1です。いやこれアッパー3回カウンターとして、あの8割減らしてたんですけど、あれもあの時点でもう終わったかなと思ったんですけどね。踏ん張りましたね。Welcome to the stage of history retold. 根性です、根性。これで1-1。それじゃ、いじめてあげる。アルテナスナップマジで当たるな。これアッパー1本でマジのし上がってきた感じするんですよね、アルテナさん。マジで拳一つで成り上がってきた感じするんですよ、アルテナさんは。さあこれ2段目当たってしまう。ジャンプ系でなんか振り向き木を潰していく。シニスター2択上げな、押し込んで見事ここね。ジークはその12フレのまだ持ってないんで、あそこ着替えて B6 打つしかないんですよね、プランにとったら。暴れ潰し、強いは強いんですけど、そこ。いやこれね、最速暴れと横捨てアッパーと遅らせアッパーがね、この配分が噛みすぎて本当に当たってる。完全に対し、あー今度はちょい遅らせアッパー、 SB なんか当たってる。こんにちは、安定しなかったぞ。いやー当たりすぎ。まあその体内ですよね。今まで多分いろんな人を叩き切ってきたんで、カサンドラでアルテナさんに全然勝てない。あのね、アルテナさんそのサブキャラでカサンドラ使ってるからね、やっぱそのありそうっすよね、そこはね。ここは投げですね、ダウン、あの下投げ。アルテナさんと戦うときはね、その何もしないみたいな方が結構結果出やすいっす。2択はもうしょうがないから、だから沖縄アッパー食らずに動くみたいなのは、その体内で勝負してくる人の場合は何もしないっていうのをするのはすごい大事です。卓に付き合わない。ここは横でかわしていく、下パン、トタック、チャージ返して、キュウリ、横潰しの連携ですね。で、ここを減ります。で、企画は、下段で潰していく。これ2-2。ただ、ガードゲージがちょっときついか。アッパー、すかして、こんな感じで、その置きアッパーに対して、その体内勝負しないっていうのは、チャージ、あ、これむしろ2本あるけどきついぞ、これ。
笑われたらまずい。ギャー前 B 置いたんですが、やっぱそうですね、10分なんで、とりあえず A 仕掛ければ A が安定っすね。そうですね、逆転勝利、あれだけアッパーカウンターしていたんですが、よく踏ん張りました。後半はね、本当にその、もう押さない。ボタン押さないっていうのはね、聞いてましたね。何もしない。じゃあ次、邪神さんとデブさんの試合行きましょう。これあんまり見たことないから楽しみだな。邪神さんと、土曜日